くっそーマジで負けちゃったよ今日も負けちゃったーまずいよ、これ東京ドーム今年まだ一回分かってない。3盾。チーム4連敗。あーもうマジでやべーってよーやばいっすねーめちゃめちゃ良かったじゃん、菅野さん。 最後でもう9回なぁ。りょうまちゃん。不調のりょうまちゃんヒット打ってさぁ。チャンス作ったんだけど最後大成選手ね。うわぁ。やばいなぁ。相性悪いなぁ。ちょっとジャイアンツ。はーい。 いや、絶対いけると思ったのに、最後の最終回よ。はい、ということでね、試合振り返っていきたいと思います。まずカーパー2回、この回先頭のマックブルーム選手がツーベースヒット。もう菅野選手ね、序盤そんなに調子良くなくてね、えー。そこをしっかりとマック選手が捉えてツーベース。 で、坂倉選手、デッドボールで、ノーバー当たらない、一塁二塁の大大大チャンスここでバッターはね、ここ最近の打率がもう6割近い男、小園選手ね。小園選手ね、外の変化球で、463のダブルプレーああ、これはでかかった。まあね、校長の小園選手だったんで、ヒッティングさせたんすよね、笹岡さんも。 ま、あの判断は間違ってないね。うーん、あ惜しかったよ。うん。もうちょっとね、一塁側に打ってくれたよね。まあ、閉鎖崩れもあったんですけど。うまいところ転がっちゃってね。で、これ2アウトランナー3塁ああ、もう万事切るすかなと思って、バッターは1軍昇格した野間選手ね。ヤスのキャプテンの野間選手。この野間選手がね、高めに浮いたスライダーを、 ライトへの先生タブリットいやー、よく捉えてくれましたよ。うん。やっぱバット触れてるね。スイングがシャープのスイングでね、甘く入ってきたスライダーをしっかりと捉えての。 ヒットだったんで、まあ明日もスタメンで出てもおかしくないかなっていうのをね、感じました。野間選手ね、ほんとナイスバッティングでしたよ。で、この後もね、ランナー二塁、ツアーアウトランナー二塁とチャンスを作って、バッター8番のね、矢野選手だったんですけど、ここは凡退と。うん。またら菅野選手から1点先制することに成功します。ただ3回の裏ね、この回先頭は中山選手、 もう昨日もスタメンで出てたこの中山選手ね。これが追い込まれてからうまーく外のボールをね、先端前運びます。昨日もうまーく運ばれたしなあーなんか厄介でしたね。てかもう今日は中山選手の日だったよ。はい。で、それで中山選手出て、9番送りバントね、菅野さんが。で、丸選手フアーボール。ワンナタリの一塁二塁で。 で、ここね、まあ、2番、打ち取るも、3番の吉川直樹選手。これがな、ショートセカンドの間にフラフラっと上がった打球でね、小園選手が追いつくも、グラブに弾かれて、これタイムリー、同点タイムリー。ああ、もうあれも惜しかったよ。グラブ触ってたもん。うん。 まあ、バットの先だったっていうこともあって、ちょっと回転してたんですよね。ボールもちょっとね、動くようなね、打球になっちゃってた分、取り損ねたっていう感じでしたわ。はーい。これ同点されて、なおもピンチだったんですけど、ここはしっかりと栗選手が踏ん張ってくれます。これで1対1ね。ああ、もう両チームともね、エース級の投げ合いなんで、こっからもずーっとスコアボードをね、 ゼロ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 で、7回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回、先頭の中地がね、ベテランらしく、センター返し、しぶとくセンター返しで、ノーアウトランナー一塁。で、この後、大城選手、送りバントで、ワンアウトランナー二塁で、バッター8番の中山選手ね。ええ、あの、3回に先頭で、うまーくセンター前運ばれた中山選手。 で、これカウント、フルカウントになって、クリ選手はね、低めにチェンジアップを折るんすよ。これもいいボールだった。ただ、これを中山選手が、センター弾き返して勝ち越しタイムリーおーいいや、あれは上手かったわ。あんあれはね、プロ2年目のバッティングじゃなかったっすよ。今年から出始めた中山選手なんですけどね。 で、打点がまだプロ入ってからなかったんですよ、この中山選手。チャンスでもね、まあそんな回ってなかったんですけど、あんまり、あんまりとていうかもう打ってなくてね。その中山選手にここでプロ初タイムリーということで。うーん。で、この打球をね、センターの野間選手もちょっともたついちゃったんですよね。うーん。なんか転んじゃって、これもたつく前にね、 セカンドランナーもホームインと。あれはね、中山選手が上手かったっすね。クリちゃんもそんな悪いボールじゃなかったから。うん、で、でね、こっからね、さらに、まあ、ランナー二塁でね、ピンチを迎えてるんですけど、なんとかクリ選手がここを押さえて、もう頑張ってくれました。クリ選手はね、7回投げ切って、ヒットはまあまあそこそこ打たれたんですけど、なんとか2失点にね、 抑えてくれましたよ。うーん。だから今日勝って欲しかったんだけどね。はい。まあ、走行してる間に9回表ね。もうまだ菅野選手が投げてて。で、これワンナートランナーなしからね。今日、5試合ぶりにヒットが出た龍馬選手。この龍馬選手が追い込まれてから、しぶとくレッド前に運んで、これワンナートランナー1塁ね。 で、ここでバッター4番のマクブルーム選手。これもちょっと甘く入っていったね。変化球うまくんでセンター前ヒット。これワンアウトランのー1塁2塁となったところで菅野選手、マウンドを降ります。いや、もうやっとよ。完璧なピッチングされてたんでね、ここまで。8回までヒット3本かなうーん。っていう完璧なピッチングされてたんで、なんとかこれマウンドを降ろすこと成功して、 で、ただ、ここでね、大勢選手が出てくるんですよね。うーん。昨日もピンチを迎えながら、抑えられたこの大勢選手が出てきて、で、ただ、先頭、坂倉選手、デッドボールやってね、ワンナーとな、ワンレー。あー、もう、これ、デッドボール当てちゃったっていう、嫌な感じもあって、細かい得点できるだろうと思って。で、バ、ま、たター、構造の選手ね。 小沢選手にこれ2球連続ストライク入んなかったんだけど、こっから立て直してね、3球目入れてきて、で、4球目ね、これ4球目インコースからね、食い込んでくるような、ま、ボール球ですよ、言うたら。このボール玉のストレート今手ついちゃって、これ追い込まれてね、で、最後は変化球、打たされたあっさいセンターフライで、これで3塁ランナータッチアップできず、 2話タルの満塁。でバッターノーマ選手よ。うん。このーマ選手がね。まあ、ライト。ああもう今日ライトタイムで打ってるこのーマ選手ここもね。まあ、なんとか粘って粘って。粘ってはいたんですけど、最後インコースのスライダー空振り三振ということでね。なーんかなー。 やっぱ一年目と思えないぐらいメンタル強いっすわ、大勢選手。うーん。昨日もなぁ、スコアリングポジションランナー置いて、3位、4位、5番がね、3者連続三振。今日も、ワンナタルナ満塁1点差。あーもう押せ押せのところであっさいセンターフライと三振。あー、マジでね やられました。はい。いやー、これでね、ジャイアンツ戦もね、4勝6なら8敗。まずいっすね。ほんとまずいよ。まあ、切り替えてね、欲しいと思います。で、明日からは、中日戦。中日戦も相性悪いんでね、うーん、厳しいですけど。 なんとか大瀬良選手、投げ勝ってほしいです、まあ、連敗ストッパーは大瀬良選手、本当ね、今シーズン、何回も連敗ストップしてくれてるんで、なんとかやってほしいなと思います。ということで、今回はこれで、やっぱり言うて、今だ。命かけた勝負の舞台、恐れずに進め。